真の自立を勝ち取るため、我らジオン国は我々も同じ土俵に立つんです。地球連邦政府に対し宣戦を布告。新型モビルスーツの開発権、戦いの主導権を取り戻すことができた。この場を借りて感謝の意を表したい。ソロモンの攻略ネズミが中止するとしよう。仕留めてやる。皆さんこんにちは、渡り栗口です。では今回はギレンネボージオン独立戦争期地球連邦軍編、ヤザン少佐を目指す続きをプレイしていきたいと思います。前回は地球上最後のジオン軍の拠点キャリフォルニア攻略を行って、地上からジオン軍を一掃したというところまでプレイを進めてきました。ヤザンとその上下にあたるシナプスのですね、忠誠度が著しく低下していたので、休暇を与えてキャリフォルニア攻略戦には参加していないヤザンなんですけども、ここから宇宙での戦いに戦場を移して再び少佐を目指して撃墜スコア稼いでもらいたいと思います。まず最初にですね、前回のキャリフォルニア攻略戦で大活躍をしてくれたライラ、注意への昇格来てますので昇格させましょう。では軍を再編していきます。まずですね、地球上空に当たるポイントが6つあるんですけども、それ以外の地上に関してはですね、もう攻略を受ける心配がなくなりましたので、部隊をですね宇宙へと上げていきたいと思います。それに伴って兵器なんですけども、 HLV をねある程度用意しましたので、これで部隊を宇宙へと上げていきます。では軍の再編を行っていきます。開発部対要塞専用計画、ソーラシステムの開発計画が提案されました。計画の採用をご検討ください。はい、部隊の再編中ですが、技術レベルが10に到達したことによってソーラーシステムの開発提案が来てます。これは開発だけでもしておきましょう。使う使わないはソロモン攻略戦の時にまた判断していきたいと思います。開発部より報告します。かねてより進めていたマグネットコーティングの実用化に成功しました。完成ですね。この技術を応用することで高性能の機体を開発することが可能になります。では宇宙への進行作戦を開始していきましょう。ルナ2号には部隊を今、3つティアーム、ブレックス、ワッケンと入れています。この後ですね、ジャブロー上空に部隊を打ち上げるのと同時にですね、北米上空の制圧も行っていきたいので、ここにですね攻略作戦を仕掛けていきたいと思います。北アメリカ上空です。進行ルートを表示します。ここにはですね、キャリフォルニアから部隊を打ち上げて制圧していきます。北アメリカ突入ポイントに部隊が到着しました。作戦の指示をお願いします。ではまず第一陣としてレベルとシナプスの部隊を突入させていきます。この後ですね、ブレックスの部隊も遅れてルナ2から到着しますので、全部で3部隊での攻略作戦になります。まあ、特にね、イベント的な戦いにはならないと思いますが、この北米上空を抑えることによってソロモンへの攻略ルートが一つ増えますので、ソロモン攻略戦に役立てたいという思惑からこの北米攻略作戦を発動しています。では戦闘状態に突入してます。まあ、敵はご覧のようにガガッと前に出てきてますので、まあ、ビーグロー、ザクレロなんかモビルアーマーも確認できますので、部隊選別していきましょう。ヤザンのガンダムもちろん出していきます。ここはヤザンがザクレロに攻撃を仕掛けるところです。強度撃墜1ですね。戦場ではビビった者が死ぬんだ、覚えておけ。
では北米上空ですが、敵のモビルスーツ隊は撃破しましたので、あとは防衛砲台と、ここにいるのがねブラウブローに見えるので、このブラウブロー破壊して制圧完了というふうにしていきたいと思います。進めていきましょう。はい、これで北米の上空1ターンで制圧完了になります。ヤさんはこの戦いで撃墜スコアを9伸ばしてくれました。これでソロモン攻略のね、準備万端整ったと思いますので、いよいよソロモン攻略戦発動していきたいと思います。ではソロモンの攻略作戦発動します。ルナ2から2つ、そして先ほど攻略した北米上空から1つ、合計3つの軍団を送り込んでいきたいと思います。投入するのはレベル将軍とティアンム中将、それにヤダンのいるシナプスの部隊ということで進めていきましょう。ここを攻略できれば残っているのがグラナダ、アバワク、そしてジオン本土のみということになるので、だいぶ戦いがね楽になるんじゃないかなというふうに期待をしています。ではこれで作戦発動していきましょう。我が軍はこれよりソロモン攻略作戦を開始する。ジオン本土を守るこの要塞を攻略できなければジオンに勝利することはできない。諸君らの健闘に期待する。ソロモンに部隊同時に到着させることができましたので、攻略戦行っていきたいと思います。レベル、ティアンム、シナプスというね部隊を送り込んでいきます。後でご紹介しますが、ヤザンは G3 ガンダム配慮しているので、これでさらにね撃墜スコアを高めやすくなっているんじゃないかなと思います。ではこれで攻略戦始めていきましょう。策略を実行します。敵が策略を実行しました。ホワイトベースさんも到着してますね。ソロモンに到着しました。戦闘を開始します。ではまずは敵中身見ておくとですね、まあ、リックドム、ザンジバル、ビグロなんかが見えます。これらをね撃破しながら進んでいきましょう。我々の突入ポイントですが、レベル将軍の部隊、それにシナプスの部隊、そしてティアンムの部隊と、これに加えてですねホワイトベース隊がここにいるという状態です。ブライトの能力高いですね。士気16です。アムロも見ておきましょう。アムロはランク B、 射撃16、格闘14、耐久10。ちなみにですねヤザンはというと射撃15、格闘17、耐久15と、もうアムロよりもランクが高いというのはあってもパラメータ高い状態になってますね。では全体マップで作戦確認して進んでいきましょう。ヤザンはここにいます。 G3 ガンダムに乗ってもらってます。量産モビルスーツの主力は宇宙船仕様のジムにほとんどが変わっていますので、ジムからさらに、ね、強くなっていると思います。これでソロモン攻略戦も問題ないでしょう。では敵と交戦状態に入りました。ここから敵モビルスーツ隊をまずは叩いていきましょう。カモンの上ではほぼ互角かなというところですね。まあ、序盤でどれだけ敵をね効率よく味方の損害少なく倒せるかというので、この後の戦い方変わってくると思いますので、まずは序盤ですね、できるだけ味方の損害が少ない状態で敵モビルスーツ隊を叩いていきましょう。
ジオン軍の主力モビルスーツもザク高機動型に変わってきてますね。こちらも宇宙船仕様の準備が主力になってきているように、ジオン軍の方も主力が変わってきているようです。スレッガーさんはこの後、ビグザムと格闘戦を行ってもらわなきゃいけなかったんですけども、ここで撃墜されてます。完全に部隊数でも圧倒できるようになりましたので、ここから基地中心部に向けてユニットをどんどん動かしていきたいと思います。ほとんど被害らしい被害もここまで出てないですね。これでヤさんが12、13、14とソロモンで撃墜スコア稼いでくれてます。12、13、14です。報告します。ソロモンに巨大モビルアーマー、ビグザムがどっかにいるはずですね。ここにいるのがビグザムかな。ビグザムは囲んでできるだけ早く撃破しましょう。ちなみにホワイトベース隊、ブライトもアムロも突貫かけすぎて先に沈んでます。なのでホワイトベース隊はちょっと当てにできないっていう状態ですね。ちなみにギレンはですね、ここにいます。なぜかザンジバルに乗ってますね。まあ、ギレンをさっさと退治してしまいましょう。ビグザムは一機かなと思ったら、なんとここにもいるし、ここにもいるしっていうね、ビグザム二機でしたね。ちょっとこのビグザム怖いので、囲んで格闘で仕留めていきましょう。できるだけ早くね、仕留めるに、越したことはないと思いますので、ビグザム2機いるのを確認したので、2機ともなるはやで倒していきます。これでギレンは撃破してます。まあ、だからといって戦争が終わるわけではなく、またギレンどっかで出てくると思いますけど、まずこの戦場でねギレンを倒しておいて敵の士気を下げておきます。うおビグザムのマップ兵器ハイパーメガ粒子を食らいましたね。いやー、被害で出る前にやっぱりちょっと早めにビグザム仕留めたいな。ビグザムがここにいられると厄介なのに、ここにもいるっていうね。ただ部隊がなかなかうまく近づけてないという状況でもあるので、どうしようかな。とりあえず周りから削っていく、倒していくしかないですよね。あんまりどうだろう、戦艦を近づけても戦艦が沈められる恐れがあるので、戦艦はあんまり近づけられないっていうのがあるんですよね。まあ、この際ノーマルなジムは、まあ、捨て駒として使っていきましょうか。またここで来たね。強力だな。戦闘を中断します。ちょっと次のターンでね、確実にビグザム2機ですね、これ撃破していきましょう。さあ2段目に入ってますが、敵が増援を出してきているので、まあ不意をつかれる形で後ろから攻撃を受けてますね今ね。ここしのがないとレビルがやられてしまう可能性があるので、部隊を急行させましょう。敵の増援がマップの下から入ってきているという状態です。あとさらにやっぱりビグザムですよね。このビグザムを多少の犠牲が出たとしても早々に取り囲んで撃破していかないと被害が広がるばかりなので、ここは無理してでもですね、ビグザムに襲いかかっていきたいと思います。うわ、拡散メガ粒子を食らいましたね。今度はちょっと取り囲んで撃破できないと、拡散メガ粒子を食らうと被害甚大だな。もう本当に仕留めないと、これ以上損害を出し続けるわけにもいかないですよね。とどめはやはりヤザンで刺すか。
ちょっとヤザンのね G3 ガンダムの耐久が不安がある状況ではあるんですけども、もうここはドズルという鉱石地を稼ぐにはうってつけの獲物がいるというのもありますので、思い切って残りの耐久がね半分ぐらいにはなってしまってますが、ドズルにぶつかってみましょう。もう一発拡散メガ粒子砲を食らうわけにはいかないので、もうここはフルで囲んでいきます。あと基地中心部にもねもう迫ってる状態なので、このまま部隊を進めていっちゃいましょう。ここですね。倒せなかったか。いや本当にドズル強いな、というかビグザムが強いなって言った方がいいのかな。もう一発これで拡散メガ粒子砲を、食らうことになっちゃうのかな。ヤザンが撃破されないことを祈りたいですね。 G3 ガンダムに乗ってますし、ん、反撃はなかったということはエネルギー切れかな。これチャンスだな。ここでこそ仕留めましょう。ビグザムを仕留める。ここはもうビグザムドズルと一騎打ちに持ち込みましょうか。できるだけやっぱり鉱石を独り占めしたいですからね。ここはドズルが乗ってない方のビグザムは囲んで倒していきます。これで皆さんがドズルを撃破してます。皆さんここでも鉱石地しっかり稼いでくれたと思うので、詳細の昇進に期待したいですね。こっちのビグザムもゲギアです。もう消しましたね。まあ、被害が後半少しビグザムのマップ攻撃によって広がってしまいましたけども、全体的には軽微な、まあ、損害で済んだかなと思いますので、艦隊の再編はすぐにできると思います。艦隊を再編したら今度はアーパーは空攻略戦になると思うので、残りの敵部隊撃破して準備に取り掛かりたいと思います。これで全部隊撃破になります。ソロモンの制圧完了です。敵基地の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。宇宙要塞ソロモン、難攻不落を誇りジオン本土を守り続けてきた最前線基地はついに陥落した。この戦いに勝利したことで連邦軍はジオン本土侵攻の足がかりを得た。レビル将軍は満を持して星1号作戦を発動する。ジオン軍は連邦軍の侵攻に備え、宇宙要塞ア・バオアクーと月面基地グラナダに戦力を結集させた。そして両軍の兵士たちはそれぞれの思いを胸に戦いに挑む。連邦とジオン、雌雄を決する戦いが今始まろうとしていた。報告します。占領下のソロモン要塞からソーラレイという新兵器の情報を入手しました。今のところ名称以外は不明ですが、ア・バオアクー攻略の際に注意してください。はい、ではソロモンの制圧完了して星1号作戦ア・バオアクーの攻略作戦が提案されました。将軍、ソロモンの制圧に成功したことで第13独立戦隊はその役割を終えた。戦隊を解散させるべきじゃないのかね。ホワイト別隊ですがこのまま存続させます。そうか、まあ将軍の好きなようにするがいい。余計なことに関わってはおれんのでな。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね終盤アバオアクー攻防戦を進めていきたいと思います。